はい、どうもゆうたです。本日は日光サーキットに来ております。今日はね、走行会じゃなくてフリー走行、ちょっとライセンスを取ってね走行しようかなという。ちょっとねやっぱ走行会って日にち日程が限られてくるんで、まあフリー走行もそうなんですけど、やっぱこう休みがねやっぱりこう合わないと走れないんで、ちょっと今日はたまたま休みだったんで、ちょっとねライセンス取って走っちゃおうかなという感じで。ライセンス新規だと1万ですね。更新が5000ぐらいなのかな。なんでまあ普通ぐらいに、まあ手軽に取れちゃうんでという感じで、今日もね、気温も低くて晴れてドライで、で4日前ぐらいに新路面、新舗装になってるんで、路面が多分結構いい状態なんじゃないかなという感じです。で、日光サーキットドライで走ったことが本当1本、2本ぐらい。まあ、ちゃんと走ったら1本ぐらいしかなくって、結構、ウェットのタイミングがちょっとね、多かったんで、ちょっとどうしても、それでね、タイムが全然出てないんで、どうしてもちょっとタイム出しておきたいっていうところで今日来ました。で、日光って多分 TC 線と似たようなタイムが出るコースだと思うんで、まあ、38秒入れば、まあ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 って感じですかね。はい。という感じで、ちょっと走っていきたいと思います。はい。でね、ヘルメットの方はね、ちょっと寂しかったんで、ちょっとお世話になってる方とか、メーカーさんのステッカーをちょっと貼っておしゃれにしてみました。はいはい。で、ちょっと走り方なんですけど、ね、1コーナーからずっと8コーナーまで、あのウラストの手前のコースコーナーまでずっと3速でいいのかなっていう感じがしてます。前は2速に落としてたんですけど、1コーナーからそこずっと3で、でウラストの8コーナー手前で4速入れて、そのまま減速して4速で加速してたんですけど、8、9コーナーの間で4速に入れるか、それか今まで通り4速で行くか、で最終コーナーも2速に入れるか、ただちょっとすぐ3速に入れなくちゃいけなくて、最後のコーナーで、それだったら3速でちょっと最初加速鈍いんですけど、まあ、シフトのラグとか考えると3のままでももしかしたらいいんじゃないかなっていう感じがしてるんで、だ実質今回多分3速と4速しか使わないんじゃないかなっていう感じで思ってます。はい。まあ、とにかくね、この、仕様になってドライで走るの初めてなんで、まあ、ちょっといろいろ試しながら。で、あと空気圧もちょっと試しながら、前回 TC2000 で 2.1 ぐらいにして、ちょっと、もう、ちょっと落としてもいいのかなとは思ったんで、まあ、2キロか、で、ちょっとやってみようかな、みたいなのは思ってます。はい。
一本目終わりました。ちょっとね、やらかしましたね、完全に。多分内側のあの、縁石みたいの乗っかって、跳ねて、いけるかなと思ったんだけど、跳ねて予想以上に外に膨らんじゃったんで、やらかしましたね、完全に。はい。で、タイムの方は一応ね、39秒087。その後ね、なんか伸びなかったんですけど、ちょっとタイヤのグリップがどんどんなくなってきてんじゃないかなっていう感覚はありました。で、空気圧ちょっと結構高いのかなと思ったら、まあ、左前が 2.1 で、他右前に、左後ろに、右後ろが 1.8 ぐらいだったかな。です。多分ちょっと突っ込みすぎてる気はします。完全に、はい、ちょっと落ち着いて走って、立ち上がり重視でもうちょっとこうインにクリップついて走ればいけるような気はします。で、タイム的にはこんな感じです。まあ、各セクターちょっとベストがバラバラで揃ってはいないんですが、まあ、感触的には絶対38は入るんですが、ちょっと次もう一本かもう二本ちょっと走って帰ろっかなと思います。で、一応スピンした代償がね、こちら。近藤さんのリップが治るかな、これ。はい、2本目終わってね、ちょっとね、さっきちょっと、ま、スピンっていうかね、スピン、ま、飛び出してちょっと気が落ちてたんですけど、なんとかね、38秒630出ましたね。はい。ま、ちょっと、なんだろうな、コースに慣れたっていうか、乗り方をちょっと理解できて、で、減衰を、ちょっといじって、フロントの伸びを、6戻しか8戻しの、縮み側を15、18戻し、リアの縮みが15戻し、リアの伸びが、8戻しぐらいかな、にして、
まあ、1コーナーでちょっと這いつくばる感じ、こうギューッとグリップする感じが得られて、まあ、ちょっとブレーキの使い方も上手くなったっていうのもあると思うんですけど、こうグーッと沈み込ませて、外側グリップするような感じ。で、あと、その次の立ち上がりもちょっと結構ガッツリ遠赤踏んでもいけるなっていうので、ガッツリ遠赤踏んで加速できて、で次のコーナー6コーナー7コーナーっていうのかな、まあそこは丁寧に行ってこうガツンと踏む。で後ろの高速域の、8コーナー9コーナーはまあね、あそこちょっと苦手なんだけど、まあ突っ込めるだけも突っ込んじゃえみたいな感じで、こう斜めにこうガーッとアンダーで入ってって、でグリップ回復してきたところでこうガツンと踏む感じ。あそこはもうちょっと気合ですね、踏んでいくのは。で最終コーナーがね、結構ねもう勢いよくガーッと入っちゃって、もうアンダー出てでもいいからこう車速維持して、最後の試験みたいな曲がるところだけこうグッと曲げてあげて、であそこももう結構遠赤踏んじゃってもいけるんで、がっつり踏んでもうベタ踏みですね。で、あんまり強度見られなかったんで、そういう感じでちょっと、学習して、なんとか出せました。なんかね、サーキットで、いいタイムっていうか、ちょっと、このタイム出したいなって思ってて、出しても、もうすっげえ嬉しいことってないんだけど、なんかね、今日の日光だけは、ちょっとね、すごい嬉しい気持ちが芽生えて、ちょっとハッピーな気持ちです。はい。という感じでね、今日はちょっともう終わりにしたいと思います。これからちょっと横浜に帰りたいと思います。あ、で、あと右の後ろがね、ちょグーって1コーナーで荷重かけてると、なんかガラガラじゃないけどギギっていうかカラカラっていう音がして、ちょっと嫌な感じで、さっきのすごい外に飛び出してからすっごいもうボディこんなになってたんで、いろんなところからギシ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 ってさっきからボディがずっとなってて、ちょっと怖いなっていうのがあります。はい。